皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、トモです。ケスケです。本日は、前回好評だった、はい、心霊写真、はい、好評でしたね。ございます。好評でしたね、はい、やっぱあのケイスケが言った通り一回やるとね、あの心霊写真が届くようになるっていうことですね。そうですね。その後もちょこちょこ送っていただいて、はい、届いておりますという、はい、あのね、公式の方だけじゃなくて僕の DM にも直接来たりとか、あー、そうなんですね。またそれも紹介したいなと思っております。はい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 、じゃあ今日はちょっとすみません、僕の公式の方に来た方でいいですか。はい、よろしくお願いします。この前、はい、あのアプスさんとかのイベントでっていう、あ、はいはいはい、和歌子さん、はい、最後あったじゃないですか、呪いのビデオみたいな感じの女の人が立ってるやつ。なんかね、あれから実はもう一枚不可解な写真が混ざって撮れたので、これはただ単にブレたと思ったので割愛しましたが、多分心霊写真ではないと思うんですが、知り合いに見せたらこっちの方が怖いと言われました、ということでね。ほう、今こちらに画面に出しますね。はいはいはい。まあ確かにブレてはいる、ブレてはいるんですが、うん、そうですね。なんか、このちょっと白いもやみたいなのがかかっとったりするところに、なんか映ってる感は出てますよね。なんか見方によってはそう見えるみたいな。そう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 、この下半分の真ん中ぐらいの白いもやだって、見ようによったらこの切れてるところがちょうど口で、その上が鼻でみたいな風に見ようと思えば見えるというか、そうだね。この何ていうの、ちょっと暗い前のやつは、会場黒の壁紙で、あの写真だったからうわ不思議ってなったけど、これだったら最悪こう天井とかを向けた時に撮れちゃったとかも考えられるなっていうのはありますよね。ちょっとあと携帯電話がね映ってんだよね、スマホが。ほう、携帯電話、あ、これスマホなんだ。これ多分スマホ持ってる人じゃない。ああ、ほんとだ、人間が、あ、なるほどね。左の方で左手でこうスマホ持ってるって感じだ。そうそうそう。ただね、あ、なるほど、これさ赤いスマホ多分持ってるっぽい感じがするんだけどさ、赤っぽい感じのケースに入れてんのか、枠がちょっと赤いですもんね。ただね、この前後の写真、そのアップスーさんのイベントの写真あるじゃないですか、はい、もう僕らにちょっと届いてるんですけど、はい、赤いスマホ持ってる人がいないんですよね、ケースが。おや、何かなっていう感じなんですよね。ただね、ちょっとこの写真をもらって前回の写真を見てみると、まあ今ちょっと出しますけど、はいはい、ここのあの中央の顔みたいな人みたいなのがいる横に青い光が、これスマホの画面かもしれんねってちょっと思ったんだよね、光り方が。本当だ、確かに、見方によってはスマホっぽく見える。そう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 、光り方がね、なんかスマホでめちゃめちゃぼやけた時にこうなるなと思って、それであの今回の写真、ツイッターの写真を見てもらうと、はい、このスマホの左の、スマホの光り方と似てるなと思って、確かにね、似てますね。なんかこの、全体的にブレてるじゃないですか、右から左にこうずれたというか、でこうザザザザって残像が残ってる感じなんですけど、このスマホだけ角度変わってるじゃないですか、そうなんだよね。そこもちょっとなんか不思議というか、これ多分もしかしたら手帳型で、はあ、手帳型でこの開いた手帳の方の面と画面なのかなって俺は思ったけどね。あー、なるほどね、ありえるな。なんかさ、すげえアップにするとさ、はい、この開いた手帳の方、白い上が白くなってる方、はい、はさ、だんだんちょっと青みが増してるの分かる？これって多分さ、この横に画面があるってことじゃんね。横に画面がある、要は画面と重なってる、この残像の画面と重なってるから青みが強くなってるのかなっていう、反射とかじゃなく、これなんかこの例えば光ってるクリアなやつに反射してる、反射もありえるかもね、なのかなってちょっと思ったんですけど。確かに確かに。でもそんなクリアなやつなんてありますかね、ケースの内側は。なんかちょっと革っぽいというか、確かにね、画面になんかよ悪くないように、
なんていうんですか、スウェードっていうか、うんうんうん、みたいな生地のやつ多いじゃないですか。多いね。確かに反射の可能性もあるね。うん、まあでもスマホかなっていう。うん、確かに言われたらそう見えますね。うん、ただだとしたらこの黒い体の部分めっちゃはっきり見えとるのに、うんうん、スマホを持ってる手までが全然映ってないんで。確かにね。うん、なんかそこもなんか不思議だなと。うん、浮いてる感、なんかスマホだけ。うん、まあこれなんだろうなーっていう写真、不思議な写真ですね。これもね、その間に一個だけ紛れてるから、うん、連続で撮ってたのにってことですもんね。そうそうそう、まあその、うん、それを考えると怖いなっていう感じはする。確かに。うん、なんかこの右側のやつとか機材っぽくも見えますしね、なんか。確かにね。うん、てか多分何人かスマホ構えてるから、うんうん、それも映ってんのかなと。じゃあまあこれが、あ、ね、ちょっとこれはお見せしていいかわからないんで、うん、お見せはしないんですけど、はい、これじゃねえかっていうのがあった。おー、ほんとだこれだ。これ多分アップだったら見せていいかも。その写真撮影の現場なんですけど、うんうんうん、多分このスマホじゃねえかっていう、はい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 、あったんで。ありましたね。はい、それっぽい。それっぽいよね。その人服黒いですしね。うんうん、その人だ。あれ、そうなると、うん、前回見せた写真、はい、可能性あるよ。このブレ、同じブレ方だから。はい、このちょうど光の加減でまずオレンジ色になって、ほう、で、このさっき言ってた俺が顔の横に青いのがあるじゃんみたいなのが、うんうんうん、スマホの画面っていう可能性あるよ、これ。マジですか。うん、で、その光の加減で1枚だけオレンジになることってあるんですか。このブレ方だと、はい、ある。あ、そうなんだ。なんていうのかな、要はさ、これって多分さ、この前回の写真、今多分画面に出てると思うんですけど、はい、前回の写真と今回の写真と、そのこれだろうっていうスマホの写真見せるんですけど、うんうん、まあ、こんだけ写ってるってことは、うん、ちょっとアップ目だと思うんだよね。ズームして撮ってるってことですか。っていうよりかは、そのなんか何らか手が触れたか知らんけど、はい、携帯の向きが変わったりとかで、はい、ちょっとブレて、うんうん、かズームしたりとか分かんないけど、うん、なんか違う角度が写ってると思うんだよね。さっき見せたあのスマホの写真、これだろうっていう、はい、この人黒いじゃないですか、うん、服も、はい、それがもしかしたらこの前回見せた写真のようにボケてるかもしれない。あ、うん、でこれ見ると、オレンジ色の照明っていうか、普通の黄色い照明だから、これがオレンジになるっていうことはありえるじゃんね、全然。指とかで反射してちょっと暗くなった瞬間とか、うんうんうん、結構オレンジになるから、もしかしたらそういうブレとかで偶然、うん、別世界が撮れたみたいに見える可能性もある。うーん、まあ、わかんないです。可能性としてはです。うん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 、はい、そうなんすね。うん、あ、確かに、今見返すと、その前回の写真、うん、真ん中に黒い人がいて、うん、スマホ持ってる、その右で白い服の、そう、セミロングぐらいの女の人が手を挙げてる感じにも見えるんですよ。そうなんですよ、うん、それって舞台上にいる人か、その横で写真撮ってる人がそれっぽいんですよ。うん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 、なんで多分もしかしたらそうなのかもしんない。確かに、うん、まあ、なんかただ望みを言えば、うん、この普段黒いものがオレンジ色に、背景がオレンジに変わってるじゃないですか、うん、その光の加減でたまたま撮れたとしても、やっぱこれをあの中で見ると、うん、え、何これとはなるんですね。そうそうそう、うん、でしかも、まあ、これ多分これだったら見せていいと思う、目線も入れるし、はい、この多分手の部分って結構光の加減でオレンジっぽくなるから、うんうん、人の肌がブレてんのかなっていうのと、まあ、あとその白いのと重なった光が、うんうんうん、なんて言ったらいいのかな、まあ、黄色っぽくなった光がたまたまその
手に重なったりとかで、うん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 、っていうのをたまたま撮っちゃったのかなって、このブレで。じゃなんかこの会場の壁が基本黒じゃないですか。あ、そうだね。そう、それが、うん、例えばその手が、この反射でオレンジっぽくなってるじゃないですか、光の黄色みとで、それだけで背景全部がオレンジになるってこともあるんですか。これさ、どう、多分最近だと思う、ここそれこそ2年以内だと思うんだけどさ、うんうんうん、なかなかそのなるカメラってなかなかないよね、もうね。うんうん、昔のガラケーとかのさ、うん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 、カメラだったらありえるよ全然、うんうん、ただこの今の性能で、うん、そう、これが例えば iPhone のカメラだったらまずならんじゃないのかなって俺は思っちゃうけど、うん、若子さんが、まあでもにしても他のスマホでもカメラの技術は上がってますよね。まあね、うん、よっぽど、まあ若子さん iPhone じゃないんでね、ちょっとどっか分かんないですけど、うんうんうん、そう、まあそのブレだっていう証明ができれば、うん、若子さんにも怖くないですよこれはって言えるんで、そう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 、それはそれでいいなとは思うんですけど、うん、そう、僕が疑問に思ってるのはそこなんですよね。背景黒の会場、あ、じゃあちょっとまあ考慮してと今度ちょっと実験してみましょう、いろいろブレさせてみて、はい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 、背景黒の照明ちょっと当てた感じにして、うん、黄色っぽいやつでオレンジっぽいというか、そうだね、まあこれそうだね、あの普通の舞台照明だね、うんうんうん、で背景をオレンジ色に変えれるかっていう、あ、じゃあノット行った時にちょっと試してみよう、あそこが一番多分状況は近いから、多分その今回そのなんていう、まあ、3人人が映ってる状態じゃないですか、うんうんうん、その前回のやつ、はい、前回のやつは3人人がいる状態でブレてそうなってると思うんですよ、うんうんうん、で多分真ん中の人が今回発見した赤いスマホケースのノート型の人、そうそう、まあ青っぽいスマホケースで枠が赤いっていうのかな、の人が多分真ん中のその呪いのビデオにおった人みたいな感じの人だって言ってた人が多分それだと思うんですよ、うん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 、でその右側で白いシャツ、うん、スウェットかな、スウェット、まあ、が手上げて多分上から写真撮ってると思うんですよね、うんうんうん、それともう一人その左側に黒い人、うん、の3人の裏から若子さんが撮ってる状態でブレさしてるんですよ、うん、それで背景をオレンジにできれば若子さん偶然撮れますって再現できました再現できましたってただこの若子さんが送ってくれた写真が、うん、あの心霊じゃないってことじゃないです。そう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 俺たちが再現ができたっていう、できたっていう話なんで、うん、かなとちょっとね思いましたね。確かに、なか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 なんか知ってくとその前後の写真とかで、うんうん、こうやって検証してくとなんか分かるもんだね、うん、分かるもんっていうかできそうだなって思えるもんだね、うんうん、そうですね、うん、だしこの今回の若子さんがもう一枚入ってたんですって言ってくれた写真、うんうん、さっきともくんが左側に携帯、はい、スマホだと思うんだよねこれって言った背景は白いですもんね、うんうん、そうなのよね、そっちはそうなんだよね、だからたまたまそこにこう背景行けば、うん、全然オレンジになりますもんね、うん、だからこれはもしかしたら再現できるかもかもっていう感じですかね。これちょっと機会があったらノット行ってやってみようかなって、そうですね、思いますね、再現してみた、そう、アンドロイドのカメラ持ってくわ再現率上げるためにね、そうそうそう、多分 iPhone じゃねならんと思うだよ、結構ブレも強いしさ、うん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 、そうですね、はい、まあこれが再現できたからといって実際俺らには霊感ないから見えないけど別のものが映ってるかもしれないですからね、ね、うん、なんかこのコメントとかでも、うん、例えば僕の写真他にもなんかないですかみたいなコメントあったりしたじゃないですか、うんうんうん、これ違いますかみたいな、うん、そういうのこれ気づいた人いたらぜひ、ああそうだね、そうだね、ください。なんかツイッターに上げてくれてた人もいたよ、あ、いましたね、うん、色変えて、色変えて、はいはい、ということで、はい、まずは若夫さんのやつですね、はい、お投稿ありがとうございます、お投稿ありがとうございます、続きまして、はい、あ、今回もねちょっと3枚紹介させてもらおうかなと、はい、思います、あと2枚ですね、はい、はい、続きまして、ね、ちょっとツイッターネームで申し訳ないんですけど、はい、ずさん、ずさん、はい、
からの投稿なんですけど、これねちょっとね心霊写真というか、はい、先日心霊写真会を拝聴しました。ケイスケさんの写真めちゃめちゃ怖かったです。あ、ありがとうございます。トモさんが作られた心霊写真を見て楽しそうだなと思って、私も初めて心霊写真を作ってみました。おーすごい、はい、心霊写真作るのって難しいんですね、精進します、ということで、はい、その写真がこちら、ドンドン、はい、あ、はい、はい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 、はい、分かりますよ。あのね、うん、素材はいいですよ素材はいいですよ、使った写真の素材写りそう、うんうんうん、ありそうですもんね。ありそうありそう、うんうんうん、まあただ、うん、この手の形が、うん、なんていうんですか、持ち方なんか恐竜持ちみたいなそう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 、うん、これ多分結構ぐちゃぐちゃにしてるっていうかさ、うんうんうん、感じじゃん、この色味とかをさ、はい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 、これね多分やらんくてよかったんじゃないかなと思って、自然な手の感じでもよかったんじゃないかな。おー、ね、俺はね俺はね、だあのボケてるところと、うん、しっかりしてるところの境目が結構はっきりしてますね、うん、うんうん、ただ心霊写真ってさ、はい、どんな感じでも映るじゃん。そうですね。これもありえますもんね。そう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 なのよ。だからこれが正解だよとかないから、うんうん、すごい。ともくん的にそこまでごちゃごちゃっと左遷でも成り立ったぞっていう。かなーっていう、単純に怖い。うんうんうん。かなーって思いますね。この右の座布団のところに、うん、そうこれね髪の毛みたいなのあるじゃないですか。ね。でもこれもつけてくれたってことですよね。そうそう多分ね。これもねいいなと思った。うんうんうん。ただ、うん、個人的に言うなら、うん、ここに髪の毛があると、うん、ここにある掴んでる手は左手だと思うんですよ。うんうんうん、そうだね、うん、でも映ってる手が右手なんで、うん、どういう角度かなっていうのと、うん、まあまあ別のものとして捉えれば、そうだね、うん、この家には怪異がいっぱいあるんですいっぱいあるっていういいなと思ったのは、はい、この出そうなところ、例えば襖が開いてるじゃない、ちょっと、はい、こことか、はい、あと机の椅子の下か、うん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 、とか、奥のさ食器棚みたいな、はい、とか、あとこのダブルピースしてる子なんかかぶってる、うん、はい、こうとかに行かずに、はい、このすげえ一発で分かりやすいところにつけてくるっていう、うん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 、だから東大元暮らしパターンですよねそうそう、探して周り見るけどあれってなったらあここかっていう、うん、いいなと。俺最初さ、はい、これをもしかしたらなんていうのミスリードじゃないけど、はい、ここに注目させといて実は他のところにあるんじゃないかなみたいな、うんうん、もっと分かりやすいっていうかよく見たらすげえのがあるのかなと思ってすげえ探したけどな、多分なかったと違うんですよ、これ食器棚の上に置いてあるやっぱり缶、うん、あれ合成ですこのなんか缶に映っとるミルクみたいな顔のやつでしょ、うんうん、そうです合成なのかなこれちょうど手の真上だしなるほどこの缶取ろうとしたの手なのかもしれないね取ってって取ってあれ取ってってでもこのなんかちょっと想像ができるというか、うんうん、この家のおばあちゃんみたいな、うん、ちょっと老人っぽい手してるんですよね。これ素材くれんかなちょっとやってみたくなっちゃったな この、うん、この写真で、うん、別のものを載せるってことですか、うん、心霊写真の素材も募集していい？ああいいっすねいいっすこれ心霊写真にしてくださいっていう、うんうんうん、あいいっす ねそれをそれじゃあ S1 グランプリ心霊写真1グランプリでさすげえ心霊写真を作った人にはとかでいいんじゃないいやまあそれは、うんリスナーさんたちがやるってことですか。そう、まあ俺もやるしね、うん、でもトモ君は素材募集するんですよね。素材募集するんす。それはどうするんですか。 S1 グランプリの中に入るんですか。素材募集してあのこれ使ってくださいみたいな、うんうんうん、みんなであのホームページとかに公開していい、あーなるほどね、いい人がそれで作るってことですね、うん、みんなもホームページに公開してそれをダウンロードしてもらって、うんうんうん、で期限までに入れてもらってとか別に期限なんかなくてもいいとかみんなと一緒に1枚のを作っていくってことですね。そうそうそう、はい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 、なるほど、うん、フリー素材としてフリー素材としてだからこういうちょっと、うん、なんていうんですか昭和っぽい、そう俺だったら日付入れる、
フィルム写真みたいな感じでね、うんうん、はい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 、そういう工夫もあるぞっていうことですね。そうそうそう、日付入れると思う。8 8 5 8 5 0 9 2 0みたいなさ、まあ俺の誕生日だけど今の85年の0920 まあそんな、なんか適当な数字入れるかもしれない。確かにちょっと雰囲気出ますもん ね、うん、でもこれはいい写真ですよ。そうですね、うん、いや作ってくれてありがとうございます。ありがとうございます、挑戦してくれて、うん、こういうのまた一緒に、あ、まあそのうち多分メンバーシップでやるかどうか分かんないですけど、心霊写真を作ろうの会配信やりました。ああいいですね、生配信でぜひぜひやりましょう。こうやって作るぞっていう、友はこうやって作るぞ会、友はこうやって作るぞ。あの作るついでにちょっと一ついいですか。はい、あのコメントにも何個かあったんですけど、前回の6分ぐらいに、はい、俺が今だったらお母さんも合成できるって言ってるんですよ、はい、その時の写真見てください。だいぶコメントありましたね。だいぶコメントありましたね、はい、俺、うん、あれ普通にオカルトラジオ聞いとる時、心霊写真会でも別に 見ないじゃないですか、2人の会話しか聞いてないんで、ね、全く気づかなかったっす。あれね、多分木村さんも気づいてなかったんじゃないかなと思って、うん、一発目はね、うん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 、でも気づいてない人多いかもしんない、もしかしたら。でもコメント欄にあったんで、うん、うん、映ってなんかお母さん見えたけどみたいな、みたいなね。だから多分見直して気づいた人結構いるんじゃないですかね、うん、すげえわかりやすく構成したからね。ちゃんとしかも指さしてんだよ、あれ。うん、刺してました。だしパッてちゃんと、そう、出しましたよってなってますからね、うん、でも本当にその切り替わる瞬間とか見ずにたまたまチラって見て、そうそうそう、えってなる、なる、うん、人も多かったんじゃないんでしょうかね。かね、うん、まあ、あのお母さんの話をしてる時にね、ちょっと見るとお母さんがっていう仕掛けをね、ちょっとやってみました。あれはね、ちょっともうともくんに言われてから見たじゃないですか、うんうん、だから、あ、なるほどねってなりましたけど、多分俺リアルタイムで無意識に見ててわってなったらめちゃビビると思います。お母さん合成しておきましたね。はい、はい、もうお母さんもまたこれさらに怒り出すと、怒り出すと。ぜひ見せたいですね、あの霊能者さんに。俺んちの前なんすから、被害に遭うの多分俺なんすから。じゃあそれでか分かんないですけど、うん、年明けてから、うん、俺おからじで何回か話したと思う、明晰夢あんま見れんくなったみたいな。あ、はいはいはい、言ってましたね。怖いきっかけがあってみたいなこと言ってたじゃないですか、はいはいはい、今年入ってからもう3回俺金縛り合ってます。おお、めちゃくちゃ怖いんすけど。おお。なんすか、おおって。いいじゃん、マジで。なんか起きるかもしれないですこれ。起きたらいいね。だってオカルトやっとる身としてはさ、だからそれこそ心霊写真あげてからですよ。ああ、年明けてからですから。来てます、来てます。お母さんが、お母さんが来て、めちゃくちゃ怖いマジで。また何かあったら報告しますので。そうだね、はい、なんかそろそろ、まあ、あのお風呂にさ、はい、お湯をためてさ、あのお塩とお酒と政治入れて換気扇回して入ってみたらどうすか。そうですね。これで金縛りは消えるのかっていう。そう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 。で、あの、うん、今までは2回は普通に金縛りで声出そうとして、うん、うわーって起き上がる夢だったんですよ、うんうん、3回目だけうわーって金縛りから解けて、あ、何だったってなったら世界が変わってるみたいな状態になって、うん、部屋出てってみたいな。あ、それも夢なの。そうっす、ってなって、あ、なんだこれってなってから目が覚めたんですよ。公園行ってほしかったや。そう、だから玄関の外出て初めてなんかオレンジじゃなかったんですよ、まず。あ、外が、え、何これってなって目が覚めたんですよ。おお、なんか進んどるぞいう金縛りと思って。もう進んでくんじゃないこれから。いや、ありえますよ ねで、明晰夢を取り戻すっていう物語ですね。ああ、そうだね、うん、じゃあちょうどよかった。ちょうどよかった。じゃあ退治すればいいじゃん。何をですか、夢の中で公園の。だって俺ん家出たらもう俺ん家の外じゃないんすから。もう親子成仏させてやるよ、ね、夢の中では。できるかな、明晰夢を取り戻してね。そう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 、で成仏させると。はい、多分現実にも挨拶に来るよ、いけたよって。怖っ。絶対やだ。お兄ちゃんいけたいよ。お母さんもなんか勝利持ってくるわ。ごめんねっつって。ごめんね。
帰ってくるんだ一回、うん、お礼しに。そうこんなふざけとったら怒られますね。はいはい。あでこのズーさんから、はい、俺がさ色温度とかさ、うんうん、色味とかさその光の加減みたいなのとかそういうのをいじれば大体わかるよっていう話したじゃないですか。はい。だからねこの写真をちょっとどう鑑定してくださいみたいなのも来てるの、うん、はいはいはい。それちょっと次やろうかな。あ別の写真で、うん、そうこれは合成かどうかを確かめてくださいみたいな、うん、どう思いますかっていう。ただ白黒なんだよね。あーなるほど。 色情報がないないっていうマジっすかっていう難しいのいきなり来るじゃないですか。まあまあちょっとねっとやってみましょうかね。はい楽しみですねそれはそれで、うん、そして続きましてですねこれ最後のお写真です。はいはい。ツイッターネームひとみ山田さんからはいと、ご投稿いただきました。はいこちらです。ダダン。はいはい。まあ白黒なんですけどね七五三参り、うん、はいはいなんですけど、向かって右側ですね。はい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 、はい、なんか木のとこの女の子が持ってる笹かなこれ、うん、な木の枝みたいなのから手が出てますね。出てますね。はいちょっとメッセージ来てます。こんばんは。毎日 YouTube 見てます。私には心霊写真かどうかわからないものがあるのです。ぜひ3人様に考察していただきたく丸々年前のアルバムを出してきましたと、うん、年齢がバレるので何年前というのを伏せさせていただきましたが白黒なのでバレバレですと私バブル世代なんですって。はい。まあ私の七五三の際神社で両親が撮影した白黒写真なのですが向かって右の端に右手首だけ写ってるように見えます。子供の頃家族に相談したのですがゴム手袋やろうと相手にしてくれませんでした。それ以来封印してみましたがどう見てもゴム手袋には見えないですよね。考察よろしくお願いします。うん、確かにゴム手袋には見えないですね。ねだとしたらちゃんとこう伸びてるか、うん、全部同じぐらい曲がってる状態になると思うんですよ。ね、ちょっと曲がってんだよね、うん、で人差し指はね伸びてんすよね。と親指がなんか自然な形なんだよね、うん、ちょっと手として歩いてる時の普通の形というか、うんうんうん、分かるよ。マジシャンがよくこの形作ってる確かに。でなんかこれがっつり手首だけ浮いてる状態じゃなくて、うん、ちょっと袖っぽいのも見えるんですよ ね見えるんだよね。ちょっと白くね、うん、ぼやーっと。そう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 。なんか昔の写真って、うん、止まってないとブレたりすると消えるとかあるじゃないですか。あるね。そういうので手以外が消えちゃったんじゃないかって思ったんですけど、うん、だとしたらそんなことあるっていう超むずいね。ね超むずいっすよね、うん、だって手首から上を高速移動させるってことでしょ。そうあと足下もですよ。全部ね手だけ止めて、ね、手だけ止めて。難しくない？めちゃくちゃ難しい、うん、でそうじゃないと手首だけをこんなはっきり残せないと思うんですよね、うん、その写真の中に結構がっつり心霊写真なんじゃないかな。うんね。これはなんか信憑性というかこの白黒写真のね、うんうん、なんかブレてもないし、うん、そんなにそうだね、うん、なんていうんですかねこの笹の、うん、女の子の子が持ってる笹の後ろで、うん、ちょうど見切れるぐらいでこういうポーズしとるかもしれないです。あ、その T みたいな、カカシみたいな、カカシみたいなポーズして、うん、右側だけ映ったみたいな。あ、ありえるよ、ありえる。ありえますよね。うん、でもそんなやつおったら多分気づきますよね。変な人おったねって。めっちゃ頑張ってやるじゃないですか。高速移動ね。難しいな。あ、別に移動線でもこうやって止まっとけばここだけ映る。ああ、そういうことか。はい、体側は見切れてるんで。うん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 、でこの肘から上の二の腕の部分は笹で隠れてるみたいな。はい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 。そういうことです、ね。状態にすれば。なんか俺らラジオでずっとこの手の角度やりながら、うん、やってますけどみんな見えないです。そうなんです、そうなんです。あとでちょっと写真撮っときこれですっていうね、この手です、こんな感じですっていう、うんうんうん、でやればまあそうだね、見えなくもないかなとは思うんですけど、いざこうやって、娘の写真撮ろうってなってる時に、うん、そんな変なやついたらちょっと待つくないですか。なんか確かにそんなポーズしてなんか気づいて気づいたら、あとさ、うんうん、
サイズ感だよね。うーん、かなり後ろにおらんとこの手の大きさにならんかな、うん、そうっすね、うん、どうなのかなっていう感じはするんだけどさ、でもさ、この笹みたいなの出とるじゃん、はい、の前にあるんだよね手は。ま、前ですかこれ。これさ、あ、ほんとだね、なんか枝みたいなのがシュッて出てるじゃん、うん、それの前にあるじゃん。うん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 、ほんとだね、前だ。これ説明がつきませんね。これちっちゃい手、ね、ちっちゃい手あ、最古の小さいおじさん一番古い一番最初に撮られた小さいおじさん、これの中では大きい方ですよね。大きい方だけど大きい方だけど小さいおじさんこれが最古の最古です。気象映像です。気象写真です ね、歴史的資料になるかもしれないですね。本当ですね、うん、なんかこの他にも今映ってないかなと思ってズームにしたりしてみたんですけど、うん、このなんていうんですか、笹の付け根のところからピヨンって、うん、あの髪が垂れてるじゃないですか、その後ろに人影おると思ったら、ね、多分建物の中の人だってなりました。俺もなんかこれ人影おると思ってさ、うん、あの誰かが座ってるような、うん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 、多分中にいるんですよね、こういう座ってる人が。あ、それかこういう置物みたいなのがあるのかな、わかんない、なんかそうなのかなと思った。なんか俺普通にあの殿様がね、こう、ね、座っとるみたいな、殿様っぽいよね、うん、よく見る信長の絵の感じ、わかるわかるすげえわかる、はい、だからこれも多分この本物だと思うんすよ、この手、うん、だから見る人が見たら怨念めいたものもあるかもしれないですけど、ね、まあこの霊感のない僕から見たらそんなすごい、うん、なんで害があるようなものでもないように感じるというか、うん、これまあもうちょっと溜まってきたら、うんうん、一挙に鑑定依頼出しちゃおうかなと思ってますんで。なるほど、霊能力者さんに、散歩先生がね仲良くしてる霊能者さんで、うんうん、はい、あの小鳥箱の回でもコメントくれた、はい、小春日和さんというね方なんですけど、はい、その鑑定しますよっていうコメントを散歩先生がねくれたので前回の、はい、時に、だからちょっとたまったらね一気に出しちゃおうかなと思っておりますので、はい、ぜひぜひ皆様ご投稿お願いします。お待ちしておりますと、こんなんか写真に文句とかつけるようなことは絶対しない、はいはい、大丈夫かな、うん、大丈夫ですよ、だって悪いこと言ってなくないですか言ってはないと思ってます自分では、うんうん、自分では思ってます、はい、だしすごい楽しんでます。まあ間違いない間違いない、来るとねめっちゃ楽しいんだよ、うん、そうで、ケイスケの方に来とるやつも結構すごいじゃん。そう、あれすごかったっすね、うん、あとね動画もね、動画うん来てたんすけど、はい、ツイッターって動画保存できないじゃないですか。ああ動画っていうかね音声なんすよ。はい、音声なんで、またちょっとこれもどうにかしてお届けできるようにします了解です、はい、写真の枠を飛び越えて飛び越えて、はいはい、まあ、動画の方はね谷口さんに電話つないでね、これどうすかっつって谷口さんにコメントをもらっとくこともできるので、なので皆さん不思議だと思うもの全然どしどし送ってきて、うん、送ってください、写真なり動画なり、うん、でもうちょっとね送りやすくできるように今考えてますんでね、はい、一箇所に絞ろうかなと思って、 DM とかじゃなくて、うん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 、うん、なんか投稿フォームまた作るみたいな、そう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 、うん、それをね作ろうかなと思って、はい、ちょっと頑張ってますんで、はい、はい、ぜひぜひ皆さんどしどし送ってきてください。はい、はい、であのね僕たちなりの見解でこうやったら撮れるんじゃないかみたいなことも言いますけども、それはその写真を批判してるわけではなく、そう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 、うん、再現するならっていう話なんで、そうなんですよ、こうすると再現できる、だけどその写真が再現できただけであって、うん、否定してるわけじゃない、それが心霊写真じゃないって言ってるわけじゃない、うんうんうん、逆に僕たちのこれを聞いて、あ、確かにこうやってやったら撮れたわ、うん、そういう状況だったわってなったら、うん、コメントでそうかだ、そうでしたって言ってくれれば、うん、考察力が上がったということで、そうだね、うんうん、観察力の方かね、そうですね、うん、はい、じゃあ皆さんぜひぜひ心霊写真ください、はい、ということでお待ちしております。終わりということで、はい、締めますね、はい、この話もし自分だったら、ありがとうございました、ありがとうございました。
今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。ではまた後ほど。